言霊の先は国へようこそ。今日は勝海舟の若い時のお話をします。この番組の教科書はこちらのハート出版が出しております復刻版教科書シリーズで、今日はその兄弟姉妹版のこちらの初等科修身の教科書の中から勝康義という勝海舟の若い時代のお話をいたします。それでは一緒にご覧ください。勝康義という人がありました。まだ若い時、オランダの学問を修め、外国の兵術を調べようと思い立ちましたが、その頃外国の書物は少なくて、なかなか手に入れることができません。その上、一番大事な辞書などはたとえ見つかっても値段が随分高く、一冊60両もするほどでした。貧しい暮らしをしていた康義には買いたくてもそんな大金を出すことができません。けれども外国の書物を習いたての者にとって、辞書がないのはちょうど船に帆がないのと同じことです。康義はどうしても辞書が欲しくてたまりませんでした。とうとう思い余って、毎晩夜遅くまで親類や知人のところを駆け回って必要な金を整えようとしました。すると、外国かぶれの者には金を貸すことなんかできないと言って、みんな大変な剣幕です。その頃の人たちは外国の学問は汚らわしいものとばかり思い込んでいたのですから、無理はありません。いくら時聞かせてもダメです。康義は金を借りることをさっぱりと諦めてしまいました。そうして、よし、辞書が買えなければ辞書を借りて写してやろうと惜しい気持ちを奮い起こしました。早速知り合いの医者からオランダの辞書を借りてきて、寝る間も惜しんで写し始めました。丸1年ぐらいもかかりました。ちょうど康義のお父さんは病気をしていて動くことができません。その看病をしながら1年込めて康義は写本の仕事を続けたのでした。冬が来ても寒さをしのぐ薪がありません。貧乏が康義を滅ぼすか、康義が貧乏を打ち負かすか、一生懸命になって戦い続けました。写し終わった辞書の終わりに康義はこう書き残しています。秋の初めに書き始めて、次の年の秋半ばまでかかった。この頃貧しさは骨の底まで染み込んで、冬の夜にも寝る布団がなく、また夏には蚊帳もなかった。来るよも来るよも、ただ机に寄りかかって眠った。実に骨を削り血を絞るような思いで書き写したのでした。康義は写本の辞書を2冊も作って、一部は自分が使い、別の一部は人によって辞書を借りたお礼をしました。意志の強い奮闘努力の人でなければ真似のできないことであります、というお話です。皆さんいかがでしたでしょうか。お金がない、そのような中で勉強をしたい、それで辞書を丸々写す、現代の私たちにはなかなか考えられないことでありますね。けれども、こうした勝海舟の時代の人たちや、さまざまな歴史上の人物を見ていきますと、まあ、このように勝海舟のようなこう政治家、そしていろいろな事業を起こした、そういう人たちは若い頃にたくさんの血の滲むような努力をしていたのですね。勝海舟が後に書いたこちらの氷川聖話、続氷川聖話という本の中にも、そうした勝海舟の若い時代の苦労話が書かれています。そして勝海舟が書き起こした、書き写したと言われているこちらの辞書はドゥーフ・ハルマと言われていて、非常に厚い本をもう何冊も何十冊も書いたとも言われているんです。これだけの辞書を手で書き写すというのは非常に大変なものですよね。
そうした努力を今現代社会の私たちはどれくらいできるでしょうか。といっても現代社会の私たち日本が決して頑張っていないということではありません。現代の人たちは頑張りすぎてしまって、そして体や心を壊してしまう、そんな人たちもたくさんいますね。今本屋さんに行くと、頑張らない勧めというそのような本がたくさん並んでいます。例えばこうした頑張らないということがタイトルに入っている本はたくさんありますね。それだけ今の私たちというのは頑張りすぎてしまっているのかもしれません。けれども頑張りすぎてこう心や体が大変になってしまったとき、もちろん頑張らないようにして少し休憩を取ったり、そして休んだりするのも大事だとも思います。そしてそのもう一方で、この一生懸命辞書を写した勝海舟や、そしてこうした時代の血の滲むような努力をした人たちの本などを読んで、ああこんなふうに頑張った人もいたのか、じゃあ自分もこんなに頑張ったけれども一緒に同じように頑張っても大丈夫なのかな、その後こう心や体を壊さずに勝海舟のように何かを成し遂げられるのかな、というような思いを心の片隅に持つだけでも何か心の持ちようが変わるのではないかというふうに思うわけです。ですので現代社会頑張りすぎてしまっている日本人には、こうした頑張らないというような気持ちを持つのと同じように、この初等科修士に出てくるさまざまな偉人のように、頑張ってそして最終的には物事を成し遂げた人もいる、そんな2つの思いを、持っていただきたいなと。それがきっとこうやって頑張りすぎた人たちの心や体の栄養剤になるのではないかと思いました。以上、本日は勝海舟の辞書を書き写した努力のお話をご紹介いたしました。ご覧いただきありがとうございました。